現在、北陸地方を中心に大雪となっており、顕著な大雪に関する情報も発表されている地域もあります。こちらが、えー、今日の11時時点での12時間で降った雪の量です。こちらを見ていただきますと、福井の大野では45センチ、そして石川の和島でも35センチの雪が降っているような状況です、えー。北陸から北日本を中心に一気に積雪が増加しているような状況です。えー この先の雪の見通し見ていきましょう。まずは上空の寒気から見ていきますえ。今日の正午にかけては 強い寒気、上空では西日本から東北南部にかけてかかる予想となっています。このため西日本ではさらに積雪が増加する恐れがあります。ただ土曜日になりますと、この上空の強い寒気、やや北上する見込みで北日本中心に居座る予想となっています。というわけで、北日本では引き続き降雪量多くなりそうですが、西日本の雪のピークは今日となりそうです。 では、この先の雪や雨、そして風の予想も見ていきます。現在、北陸地方に大雪をもたらせているのが、この JPCZ という雪を強く降らすような雲です。この JPCZ が北陸地方にかかっているような状況なんですが、今夜にかけては、この JPCZ、やや 南下していく予想となっています。このため近畿北部や山陰地方で急激に雪の降り方が強まる恐れがあります。車での運転は危険かもしれません。危険を感じましたら無理に外出をしないようにしましょう。そして明日になりますと徐々にこの雪の範囲が狭ま,まってきます。 明日の昼前までにかけては、西日本でも雪が降り続く見込みですが、明日のお昼以降は北陸から北日本中心に雪となりそうで、ふぶくところもありそうです。では、予想されている雪の量です。まず、明日の朝にかけては、西日本や東海地方、そして甲信地方、主に長野県で雪の量が増えそうです。そして、 北陸から北日本にかけては、日曜日にかけて雪の量が増えそうです。明日の朝にかけて北陸地方では多いところで80センチ。さらに、あさっての日曜日、朝までは40センチから60センチと予想されています。というわけで、雪の降り方は、西日本の方は今日まで警戒。そして、北陸から北日本の方は、 土曜日、そして日曜日にかけても注意が必要となりそうです。最新の気象情報を確認し、交通情報もなるべく確認するようにして、無理な外出はしないようにしましょう。では、改めまして、この先の全国のお天気見ていきましょう。 さあ、この先はクリスマスということなんですが、お天気見ていただきますと、え土曜日にかけては、まだ日本海側の地域を中心にすっきりとしない天気ですし、北陸から北日本の日本海側では雪となるところが多くなります。えただ、日曜日になりますとえ、お天気マーク見ていただきますと、雪ではなく雨の降るところも徐々に出てきそうなんです。というわけで、え来週にかけては徐々に気温が上がっていく見込み。 えー、ようやくこの時期らしい気温へと戻っていく予想となっています。太平洋側の地域ではおおむね日差しの出るところが多いでしょう。ただ空気が乾燥していますので、火の取り扱いなどには注意をしてください。